一ペあるいは一辺は、シソノめゼンカズラカの紅葉樹。別名パオロッペとも呼ばれる。木材としては、タベブヤ属の数種類から得られたものを指す語であるが、一部は、ハンドロアンソス属に分類し直されている。一ペとは、南米先住民語のトゥピ語で、川の厚い木を意味する。場合によっては、ラパチョや、グリーンハート、アイアウッドとも呼ばれるが、グリーンハートとして有名であるのは、 イペとは分類学的にも離れているクスノキメクスノキ科のクローレカーディアムロジエであり、またアイアンウッドはこれまた互いに分類学的な類縁関係の薄い何種類もの樹脂を指して用いられる語である。そもそもイペの名で呼ばれる樹木は以下のように複数種が存在する。分類情報はワールドフローラーオンラインによる。キバナのゼンは樹高30メートル。 パウドアルコアマレロやイペイロシオは受光45メートルにまでなる場合がある。イペイロシオにはラバコールと呼ばれる成分が含まれており、防腐効果や防虫効果を発揮するとされている。南米の原住民は紫一ペの樹皮の内側の層を削って煎じテラパチョと呼ばれる民間煎じ飲料として使用する。減熱、消炎、妊娠中絶、検疫効果があるとされる。 年輪や木目に乏しく、南方材らしく密に詰まった材質をしている。色は薄褐色から暗色の帯のものまでかなり幅広く、偏在は紅白色である。腐りにくい反面加工しづらく、ドリルで穴開けしないとビス打ちも困難なほど硬い。水につけても腐りにくいが乾燥すると割れたり狂いが出やすい。白アリや湿気に強い。 期間比重は0.91から1.20であり、水に沈むハードウッドである。イペに含まれる、含まれる、ラバコールは人によってはアレルギーを起こすため、加工時にはマスクを着用した方が良いとされる。全きく,くずで炎症を起こす可能性があり、木工科の河村樹生は、マスクをしないと鼻がむずむずすると語っている。きくずが皮膚に接触すると、 接触性アレルギーを起こすこともある。木材建築物の基礎、ウッドデッキ、フローリングなどに使用される。用途としては、ウリンなどと同様の分野に使用される。バイオリン族の楽器の弓材の希少なブラジル木の代替材として世界で評価されている。ハンドローアンソス族、食べ分野族、英語、日本語、ありがとうございます。